俺しばらくホルガーを使おう。ショートバレルつけちゃった。猛威を振るってたのは45、製品版で9が追加された。名前がね、ややこしい。まあその9って単純に9ミリって意味なんだろうね、あれ説明に書いてあってもそうでしょう。ちょっと待って、俺こっちスタート嫌いなんだけど、ドミネ。じゃあ、A とつって。わかった。雪国旅仕様だわ。こっから出たら絶対砂に抜かれない。これでも誰かはびこってんな、これ。いけるか、これ。 B ホルガー君、デフォルトの状態では G36 キロに似てなんだて、てめえ。バレルを短くすると G36C になる。だよ。待って、絶妙に動けないとこ来ちゃった。どうしよう。スナイル。はい、はい。ちょ、おとなしく B 取らんとダメだな、これ。二人おるやん。いや待って、 B 取れんのか、これ。リスポンがうんちゅう。うわ、今見られた、臭い。ここ嫌すぎる。へーい。アルファ来た。 AGS 設置。はあ、ようやく B ポ取れたと思ったら紙飛行機に殺されるし。そう、ちょっとこれ A 取ったけどリスポンひっくり返帰らんかった。あれ、ひっくり返ってね。帰ってる。あ、帰ってねえわ。なんだこいつ。あれ、でも待って、敵がチャーリー取るならそれはいいぞ、別に。取らせねえけど。おーす。あれだ、敵一人 A にずっと居持ってっから動きにくいんだわ。お見舞いしてやろうか。ヘリオンビーのベレッタ92も欲しかったな。セレクター選択で持ち替え速度が速いダブルアクションに変えられるとかさ。なんで飛び込まれんだよ、バカ野郎。よーし。なんでこんな考えて打たないといけねえんだ、畜生。もうまだいんの。これ絶対こっちスタート不利だよ、ドミネ。あ、でも B 取れそうか。ナイスすぎ。これは天才だ。お前、アーミバだったのか。おっと。ビグボイさんも砂でフィードする配信しましょう。俺は砂下手だからできないと思うんだ。ああ、多すぎ、多すぎ。うまいな。くそ、A 破体。てか、リスポン遠すぎ。ん？いい加減、交換してくれ、位置を。この武器強すぎ。ちょ、なんでずっとこっからリスナーの？ね、いや、A に持ってっからで。わかる。デフォルトハセミオート、トリガーで3点バーストやダブルアクションにできるとかならニコニコだった。フライ ACS。よし、ACS 行け。ACS! はっはっ。くそ。いや、一生ここ。一生リスポン変わりません。あれ、取れてねえの、B。なんでやねん。
こんなんリスポーン交換しないと勝ち目ない。なんでこっからリス。たまには右からリスさせてえや。せめて。一生ここだよね。G36、ガンスミスでMIG36にも G36C にもできるし、300ブラックアウト弾を扱うバリアントをホルガープラットフォームに追加しようぜ。クソマップだなぁ。クソマップだなぁ、ほんとに。まあ、A 旗お見舞いするぞ、チキショウ。こうなったら。リスポンがクソすぎてクソマップだ。頼む、バレないで。オーケー。マジか。マジで。ようやったの。陰キャなめんなよ。もう A に持っちゃおうか。そうすれば敵向こうに行くでしょ。そうだよね。あ、リスポン変わったくせ。よっしゃついに待っていたぜ、この時を。やっとだよ、二度と変えねえぞ、リスポン。早いもお見舞いタイムだぞ、こっから。覚悟しろよ。は？邪魔すぎ。で、これで B 取りゃいいんよ。そういうことだ。先客の ACS がいた。フレンドリーファイアがハードコア以外起きないコットじゃダブルアクション破綻なる足かせだものな。上か。おい、建物でほふるやつは許せないな。引っかかる。ちょっと待って、B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 。B。OK。よし。シーポの苦しみを味わうがいい、思うぞ。絶対不利だよね、シーポ、リス、うん、どう考えても不利。パンカ臭いわ。パンカ臭いやべ。よいしょ、爆撃。この目からレーザーおじさん、名前忘れたけど、所属スペツナズなのに正常期背負っててくさ。そういえばそうだ。マントが。お、めっちゃ外側。敵もね、分かってんだわ。2019のリボルバーのおかげでダブルアクションの弱さを学べました。敵がブラボーを取りに来た。ダニ。わかんない、どれか。わかんない。わかんないけど、セーフ。ACS、ドロップ。裏に一人いる。あ、やべ。とりあえず、B ポは一瞬取られてもいいから、もう、A ポリスを絶対に奪われないこと。だから俺は、A ポになんとか向かってこようとする陰キャを狩る陰キャになる。こういうことね。上気になりすぎる。反米をやろ陰謀論に洗脳されちゃった自称愛国者んでしょ。2019の357マグナムも普通に強かったけど、今作のバジリスクの強さが異常。マメいる。なんか全然来なくなっちゃった。あー、クソイーム。ちょ、これ。敵の誘いに乗ったらいかんぞ。あまり攻めすぎるのよくない。仲間結構攻めてる。やめて。いまいち敵が来なくなってる。あ
後に続く。あ、やべ。敵の UAV が飛来した。マガジンを変える。あ、建物上にいるな。いるけど、俺もうここで持ってればイージーキル取れるって分かった。危ない。あ、上から降りてきた。ちょ、俺もイージーしたい。だあ。まあまあまあ、これはリスポンを A に変えたホームランダーの手柄でしょう。手柄だわ。このマップでドミネが始まってしまったらやること決まったな。 A ポにリスポンを変える。イエス。最初から A ポリスならもう AB を固めりゃえ。わあ、あれ、あ、まあもういいや。なんで今右からリスすんだよこれ。どういうこと。謎マップだわ。あ、スコーピオンか。サイトつけたらマシになった。そりゃそうだ。そうそう。あ、そうそうのモノクロ。フリーレン。最近流行りのあれが。見たことないけど名前アニメは知ってる。勤労でやってたのだけ知ってる。あ、ここも隠れ ACS が活躍する時だぞ。これもうリスポン変わりそう。サイトつけただけでだいぶ見やすくなった。マジで2人目じゃん。頭出し抜けねえの腹立つな、マジで。あー、くそ。これまだアルファ巻きするんだ。そろそろ収穫してくれていいんじゃない。体力低いと理不尽キルで面白くない。体力高いと連キルできなくて面白くない。運営も大変やな。まあそれはそうだよね。まあどっちにしろこれは嫌だあれは嫌だっていうやからが終わった、それでも俺は100の方が好きだった。俺はね、人によってはこっちの方が好きっていう人もいるだろうけど。俺 SAE の上まで回ったことねえんだけど。あ、こんな端っこ狙いたくなるに決まってるじゃん。孤立してるやつが狙われる運命だ。俺今そこの回収通ってそいつ倒してから ACS 設置行こうと思ったのに。カックライでそうや。カック。カックとかインフェクセットでしか出したことない。あと BO2 でしか出したことない。普通に出した。インフェクテッド専用じゃなかったか、カックは。ちょっと待って、敵一人だけど。敵が早々されてる。早々クラン消えた。早々クラン、早々された。目立つから目立つからやめた方がいいよ。マジかよ、早々されちゃったか。ああ、敵ウィンドウの敵湧いてる。湧いてるっていうか参加した。
ああ、召されてしまったか、敵。敵が増えてもまたすぐ消えていく定めじゃない。クランのミントが配信で晒されて笑った。だからね、クランタグとか不用意につけない方がいいと思うんだよね。いや、タグというか、タグより目立つからね、名前統一させたら。よくないよ、本当に。別にどうでもよくても記憶に残るから。いや、そう。それなくても、あの、第一印象としては、名前統一させてたら、多分強いパーティーに見えるよ。見える。うん。これ負けんの？雑魚すぎん？ちなみにあの、大昔 FPS やってた時さ、俺あの、ビッグボーイだけど、うん、一緒にね、あの、ビッグママってやつとやってて何4個4個だね。いや、4個にビッグボーイはいないけど。チャーリーを取られるぞ。え、チャーリー？ ACS 設置し。名前統一してたら、お、こいつら結構やってるんやろな、とはなる。なるよね。それが正常だよね。ママとボーイの母子プレイ。それでなくても早々なんだからさ、ホームってあの世に送ってやろうと言わんばかりの名前なんだから、そりゃ大層重さなんだろうなって思う。じゃあ俺ミサイルで敵を掃走しよう。あれ、あ、もう一つ巡航ミサイル、敵を掃走しよう。あ、全然撃つんだ、そいつらいけるかも。あ、死んでる。ああ、上見ちゃった。なんだこれ、どういうリスポンだ？あ、チャーリーになったかな？あ、なんだあいつ。2階にも来た。ACS さんの投げ方のコツ掴んだ。ドミネ旗ってる旗に当たり判定があるから、そこに貼り付けるように投げたら、旗の真下に設置されて絶対ポイント取れる。ぜひ参考に。未点バーストのチャマス波 5.56 ナトガンかしら。5.8 の波バーストがないはず。俺今早速 ACS 投げるのミスったから、ちょっと旗に向かって投げるわ。参考にさせていただく。旗に埋めるってこと？うん、そうだね。それでなくても投擲下手くそなんだから、ちゃんと ACS ぐらいちゃんと狙わんとな。埋めるっていうか、旗に投げるとそのまま真下にポトッと落ちるんだ。ああ、そういう。それでいい感じに埋まるってことか。ACS 埋め太郎作戦ね。そういうこと。本当やりきれねえな。わあ、もう今顔出すのかよ。あれおかしいな、試合開始前と終了後でメンツが全員変わるとは思ってなかった。